ああ、好きなタイプのお肉はもうお肉なら何でも大丈夫です、はい、お肉大好きなんで。あ、ここが一番大変美味しいし、でも作るのは大変だね。作るのは楽だけど完成です。できました。美味しいのができました。今日の出来栄え、うちで売ってるものは、精肉とあと揚げ物ですね。とメンチカツは、まあ、僕が生まれる前からあるんで、何って言われてもすごい古いですもんね。もう昔からお肉屋さん行くともうメンチカツってあったんで僕もよく分かんないですよね。もう普通に生まれる時からあったもんなんで、はい。まあ、メンチに限らず、ほらコロッケとかも売れるんで、コロッケとか揚げ物とか、あとはみんな今かき氷、季節柄かき氷とかですかね、はい。でこれで形を整えて、昔はでも手でやってたんです。昔はこれ使わなかったってやってたんだけど、やっぱ時代の流れじゃないですかね。少しでも形良くしようっていう、今ほら見栄えを気にするでしょ特に今ね、インスタ映えだからね、みんな何でも見栄え、味より今見栄えだよね。メンチカツがね、発端というか流行ったのは、あの北島康介が何のオリンピックだか忘れたんだけど、どのオリンピックかわかんない、金メダル取って、インタビューの時に僕はメンチカツを食べてなんか大きくなりましたみたいな、その話して、であそこ の, あのおじさんがあのお肉屋さんやってるんですよ。でそれでメンチカツがブームになって、うちにもとか、あの全体的に肉屋さんのメンチカツブームになったって感じですね。それが発端ですね。もう見てきたね。いつもは4分半なるべくゆっくり上げます。で、あとは前に出して、とりあえず揚げ物部分はこれで、あとは売れたら揚げる感じだから、こうの方がいいね。うちの歴史は一応平成何年だったかな、平成2年そのぐらいからやってるんで、もう何年になりますか、30年。まあ、一応お店居抜きって感じなんで、その前の人もやってるんで、店自体はその前の前なんで、多分もう戦後からなんで、多分相当古いと思う。肉親で言えば2代目だけど、そのなん親族とかそういうの関係なく言うと、多分 1,2,3,4,5,6代ぐらい続いてるかな。メンチカツ食べるのはもういつでも、もうお腹が空いた時にもう食べてもらう感じで、もう夕飯にっていうよりはもういつでも食べれるって感じ、お菓子感覚ですかね、はい。メンチカツの作る工程は、玉ねぎをまず剥いて切って、でうちの場合は一応あの塩につけて混ぜ込んでしばらく置いて、で水分ちょっと切れたら、フライパンで網色になるまで炒めて、それを一応冷めるまで冷蔵庫に入れて1日寝かします。いや、まだ混ぜないけど、ほら1日前のがあるんで。あ、なるほど。ここよし、これうちのメンチの好きなとこは、まあ、自分好みに味付けてるんで、もう僕好みのメンチになってます。この塩コショウは大丈夫です。はい、まあ、あのパン粉入れるのはやっぱりつなぎにするんで、あのやっぱりパン粉入れてます、つなぎのために。やっぱ味付けが単純なんで、あの真似されます言うと僕が高校生の時からやったんで、高1ぐらいからかな。その時はあのアルバイトと、あの2人か3人と母と、あの父でやってたんで
で自分が二十歳からだから。メンチ以外の肉もたくさんあるんだけど、こうブロックで、こういう、これほら松阪牛ね。開けたらいいですけどね。高いですね。いろいろあります。もうこれ松阪じゃないけど、これも和牛なんで。これは和牛のあの切れあのこう成形したやつのこう端っことかをあのパックしたやつです。はい。ああ産地、ああ部位はいろいろ混じってますね。ロースとか牛肉とあと豚肉入れるんだけど、あと油も入れるの。この油は松坂だけど、と今は全部合わせて10キロぐらいで作ってます。これの他にあのちょっと入れないんですけど、あのちょっと違う肉を入れて最後あの一緒に混ぜるんで、そこはちょっと NG で。これうちはあの2度引きします。粗引きを2度引きします。とりあえずりますか、まあまあ、あと開ける時取ってもいける。はい、これで多分10分ぐらい置いとかないとちょっとドロドロなんで。自分がまあ人気があるって感じたのは、まあ一応ガイドブックにあのそれも普通はテレビとかだと取材の申し込みなんだけど、ガイドブックに勝手に写真付きで結構載ってた。でそれを外国のガイドブックなんで外国の人が見せてくれて、それではすげえなっていう。で1カ国じゃなくて結構あの中国とか韓国とかフランスとかあとブラジルとかの人もいて、結構それで驚いたって感じですかね。これお客さんがねあのうちに入り浸ってた人がいて、調理師免許を好きで取って飾っといてよ。違う人の名前で佐藤だ、うち安西だ、俺はないの。でまたベンチョウのお肉だけを味付けして、はい、で味付けした玉ねぎと混ぜて、ああマスクして黙らんちゃった。大丈夫か、ここが一番大変、本当は一番大変でも、もうマスク外すの忘れちゃった、感覚かな。まあでももうほぼ混ざってるんで、もうほんと感覚ですね。夏がやっぱりほら混ざせやすいんで、ほぼほぼこんなもんで大丈夫。ずっと出してるとあれなんで、あとはここでほらあの成形する感じなんで、今はメンチカツ1個用にあのこうあのグラムを測ってしまってます。これはいつもあの母と一緒にやります。本当は一人よりやっぱ二人の方が早いんで。これは二十歳の時にここに入ったんで、まあ23年ぐらいかな。僕が大事にしてることはまあ、あんまり味を変えないことですかね。常にまあ毎日まあ、毎日まあ勉強なんで毎日試行錯誤して作ってるって感じなんで、はい、まあ、毎日は気をつけてますけど、まあそんなに、まあ、気ぃ使ってばっかしするとね疲れちゃうんで、まあ、気楽にやってはいますけど、難しいですね言葉にするのは。いや売りたいですね。お願いします。冷蔵ですよね。あそうですね、12時間ぐらい寝かせるとベストです。全然あの味が安定するし美味しくなるんですね。夜中銀座商店街は結構あの空き店舗も少なくて、もう昔ながら本当に今結構昔昭和みたいな感じの商店街って少ないと思うんで、それがこう昔に戻れるような商店街だと思います。
い楽しいことは、まあ、一応仕事は嫌いじゃないんで、あと接客お客さんと話すのが好きなんで、もう嫌いじゃないから好きですかね。あとやっぱり自分の食べてものほらやっぱ美味しかったよって言われればね、やっぱやる気になるんで、はい。これいくらで書いてある？これいくらで書いてある？いくらで書いてあるの？これだからこれで今この値段、この値段で書いたいの、うん、指定してる。え、またこれ、これが、うん、取られてこの値段もらえる、うん、そう、ずいぶんもらってるね、うん、だからえ、ずいぶんすごい経営していく中で、まあ毎日、まあ日々勉強なんで毎日やっぱり難しいですかね。今ない、まあ、将来的にだったらお金持ちでなんかね、いろんな店舗出したいとか思うんだけど、僕は別にもうここだけ別に普通に食べてみんなが食べて暮らせるだけ儲かればいいかなって感じなんで、あんまり儲けとか考えないで普通に飽きない楽しんでるって感じですかね。